なるべくやっぱりその年齢的な勢いというか、そういうものがある選手をこう加えていきたいなと。もちろんベテランはベテランでチームの中で間違いなく大きな役割はありますから、ただやっぱり全体で言えばやっぱりそういう若い才能っていうのにこう出番が回ってきて、やっぱり去年も小川大輝が七海監督になってデビューし、まあ小林勇輝あたりがなんか一皮むけたようなあれをすれ、まあパフォーマンスを見せてくれるようになって、やっぱり周りもやっぱり明るい兆しっていうのを感じてくれると思うんで、まあそういう意味でまあ本当にその開けて待ってるっていう部分はないとは思うんですけど、そういうそのレギュラー争いの競争原理の中に若手がまあどんどん入っていく、それをためらわずにできるような、まあ、雰囲気は、まあ、現場でやっぱり作ってほしいなと思ってますし、まあ、それそういうことをちゃんと分かってなんていうかチーム作りはしてくれると思います。それは、はい、その彼が作りたいチームっていうのは、まあ、こっちも肌で感じてますし、うん、まあ、そういうところはやっぱりジュビロっていう歴史を背負ってのことなんで、いいと思ってますし、あとはやっぱり急激に彼自身だってやっぱり魔法の杖は持ってないわけで、毎日の取り組みの中からしかこのチームを変えていくことはできないんで、まあそこがやっぱりその結果が出るまでやっぱり我々は辛抱強く彼を支えると、そういうスタンスではいますけどね、はい、このクラブはサッカーの価値を高めるってことをもっと考えなきゃいけないと思うんですよ。だからそれはやっぱり J リーグが目指した姿であるんで、地域に対して我々がどういうことができてるのかと、そういうことをもっと現場とフロントが一体になって考えなきゃないとは思うんですけども、そこにやっぱりそのなんていうかやっぱり栄光の歴史があるおかげで、こっちの方がちょっと敷居を高くして、もう少しやっぱり謙虚に地域の方々にこう向くっていうか、おかげさまでっていう気持ちをもっと持つべきだと僕はそう考えて、クラブがもう一回その皆さんと共にもっといいクラブ、地域の中でちゃんとこう必要とされる役割を果たす、そのスポーツのクラブ、サッカーのクラブにしていくという、そういうまあ決心をっていうか、今年ちゃんとすべきだというふうに思います。やっぱりサッカークラブっていうのは、まあどこの国でもどこの地域でもやっぱりいい時も悪い時も一緒だと、おじいちゃんからお父さんからそれから自分の代までこのクラブの浮き沈みを全部体験して、酸いも甘いも全部このクラブが背負経験した中でこのクラブが好きだと、そういう中でやっぱりその日々の生活の中にやっぱりアクセントっていうか、土日にやっぱりここのチームのその試合が待ち遠しいというものをやっぱりその我々はまあその作っていかなきゃいけないんで、去年サポーターの人にはその多くのメッセージを伝えられなかったと思うんで、まあ今年はやっぱりそういう機会を、例えばこういうインタビューとかそういうところでも多くしたいと思ってますし、実際直接話できる機会は作りたいなと思ってるんですよ。やっぱりもう気持ちを一つにしましょうと、とにかくやっぱりジュビロが好きでこうやって
いるんですから、やっぱりまあいい時間を過ごす時もあれば苦しい時間も過ごす時もあるんで、やっぱりそういうふうに、あのなんかサポーターの皆さんにはこうしてほしいというよりも、我々が その我々を応援してもらえるように、なんか思ってもらうにはどうしたらいいかなと日々考えてますんで、見捨てられないようにいや本当にすごく僕は危機感感じてるんですよ。絶対このままふわっと今シーズンに突入したら絶対ダメだと。やっぱりみんなが本当に腹の底からやっぱりどっかでもう本当に今まで申し訳ありませんでしたという気持ちでやれるかどうか、それを表現できるかだと思って